皆様こんにちは、アンバサダー J です。どこまでやったんだっけ。阪神と2連戦やったんでしたかね。前回湯船にまた苦しめられてね、全然打てなかったんですよね。まあちょっとで、あ、そっか、なんかエラーがすごかったんだよな。ポロッと落とすね、もうあ、ちょっとね苦戦しそうなんですけどもね、今回も、とりあえず、阪神と3連戦の 3戦目やっていきたいと思います。ちょっとね、なんでこんな難しいかっていうのをねちょっと言い訳を考えたんですけどね、これテレビで、テレビに映してやってるわけじゃないんですよ。録画するためにパソコンにこうつないで録画してるんで、画面がねものすごくちっちゃいんですよ、これ。それでね結構難しさが増してるんじゃないかっていうところがありましてね、もう言い訳させてもらいます。もうこれ常にエラーするたびに言い訳しますけどちっちゃいんだよ、画面がちっちゃいからこうなってるっていうね。それもちょっと差し引いて皆さん見てくださいね、下手くそとかって思ってるかもしれないですけどねじゃあとりあえず3戦目やってみましょうか。リーグ戦でいいんだよな、リーグ戦。2試合消化いいんだよね。で阪神、前回、あ、そっか、1戦目が阪神の甲子園球場で、2戦目が東京ドームだったんだっけ。またこれ甲子園なのかな。やってみましょうか。あ、桑田帰ってきたな。桑田帰ってきたけど、やっぱ今回斉藤ですかね。あ、松井が調子悪いな。大久保調子いいか。今回松井ちょっと変えるわけにいかねえな。今回これでやってみましょうか。敵ピッチャー誰だ。あ、東京ドームだな、また。これなんだ、ランダムなのかな。あ、違うな、東京ドームじゃねえな、これ。阪神、甲子園だな。山崎、ピッチャー山崎ですね。ああ、参ったな、だったな。これはうまい。ああ、やべ、久しぶりにやると。ああ、危ない。ちょっと感覚が2、3日空けると感覚ちょっとなくなりますね。ああ、抜けねえか。ちょっと難しいな、久しぶりだと。これ落ちない。ああ、やべ、ちょっとダメだな。ちょっと感覚が戻んないですね、寒いからかな。釣り球、よし。ああ、もう鉄壁だよな、本当にうまい。いやー、ダメか。いやいやいや、今回も飛ばねえな。そうか、斉藤か、サイドスローですね。これね、やっぱね、桑田のカーブってすげえ曲がるんだな、こうやって見てると。チェンジアップか、これ。あ、チェンジアップじゃない、なんだっけ、シンカーか。やべ、あ、取れなかったか。
ちょっとあの軌道がやっぱ違いますね。ちょっとこれ工夫しないといけないな。球の投げるその軌道っていうのかな、なんかそれがちょやっぱりあのオーバースローとサイドスロー違いますからね。いやーちょっと難しいな、やっぱサイドスロー。いやー当たった当たった。いやーまあ釣り一応ね釣り球なんですけどね、やべえなこれ、ちょっと違うな勝手が。いても当たれ。さあどうしよう。よしよしよし、もうエラーすんなよ。いても当たれ。よしよしよし、こういうのエラーすんじゃねえの。危ねえな、もうほんとね前回エラーしまくりましたからね、ヒヤヒヤすんな。ちょっとサイドスローやりづらいな、ちょっと。落ちない。よし、入った。落ち合いね。ほんと、落ち合い打つな。まあ、今のは、あれ、どうだったかな。今、なんか、フォークの落ちないやつだったんじゃないですかね。あれは持ってきますよね。あ、これダメだ。落ちるダメだな。ちょっとね、音ゲーなんでね、感覚開くと忘れちゃいますね。よし、抜けた。時何気に打ってんな。うん、甘い。いやーゲッツーだ。いやーゲッツーやられた。いや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 、まあ、とりあえず1点取ったからいいか、まずは。さあでちょっとこれ慣れるまで難しいな、サイドスロー。あ、やべ。いやちょっと今のは俺の自分のミスですね。いや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 、まだダメだな、ちょっとな。お、なんだろう、止まった、飛びつけ。取れないか。そうだよな。あ、落ちね。危ねえ。あれ、アウト。キャッチャーフライか。ちょっと本当ね、手に汗握るっていうかね、汗かいちゃうんですね、これやってると。あー、ないっしょ。あー、切れたか。
落ちない。なあ、向こうエラーしねえもんな、本当に。いけねえよね。いやー、なんかいまいちだな。壁も打ってんな、やっぱり。ほんと難しいんです。ちょっとね、もう何回も見ますけど、これ画面ちっちゃいんですよね。画面がちっちゃいんだ。そうだ、画面がちっちゃいんだ。あ、この辺りでいいのか。よし、よし、下手に動かさない方がいいんだこれ。マウンドは、あー、当てられた。おー、やべ、打ってきたよ。ちょっと待って、危ねえ。あー、ほんと緊張するなこれ。あー、これダメ、危ない危ない。これ落ちる。うん、甘い、甘いけど。うん、あー、いやちょっとね、甘いとね、あのちょっと焦って先に押しちゃうっていうね。甘いけど抜けたか。いても取れ。ああ、いいとこ投げんね。甘い。いや、ああ、ちょっと何やっても、何やっても、何やっても、ちょっとやっぱ間空くとダメですね。
あぶねあぶね。ちょっとね、なんていうのかな、釣り玉系ってオーバースローの時は結構ボンフライになるんですけど、サイドスローの釣り玉ってやっぱちょっといい感じで打たれちゃう感じがしますね。あ、やべ、いや、そう、いやオッケー、釣り玉なんかため息とか、なんか安堵の吐息が出ちゃうっていうね。甘いけどダメか、甘くなかったかな。いや、ちょっとこんなにでも悪い感じで行くはずはないんで、よし、もうちょっと多分斉藤のうまい使い方あるんでしょうね、これ。よし、ふう、本当に緊張すんなしかも1-0だからな。あ、いいとこ投げんね、これ釣り玉ね。いや、落ちる。尾形がなんかいまいち調子悪いのかな。あ、あー、ファールドか、切れちゃうよね。あ、し抜けた。抜けた。よし、さあ松井君頼みますよ、おお、いいとこ投げんな。
まだワンアウトか。いても当たる。もう一点もう一点。ああいいとこな。アウトだ。やべ。ああもう。いや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 。もう一点欲しかったな。こういうのやればいいんだな。ああまたエラーしたよ。いやーもう頼むぜ。頼むよ頼むよ。よし。ふう、ああ新庄だ。新庄か嫌だなここ。よし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 。よしよし。よーし、ちょっと1点ぐらい欲しいな。落ちない。あ、いけるいける。これちょっと危ないな。これ向こう鉄壁なんでねああいう球普通取っちゃうんですよね。なんか向こうね今の取れなかったね。いいとこ投げんな。あ、タッチアップできなかったわけ。いやーミスったな。タッチアップじゃなくなってたのか。いやーもうこういうことやってちゃダメなんだな。ちょっと嫌だな。ここは気合を入れて。あ、落ちない。危ねえ。よし。よしよし。よし。いや、ミッド取りづれぞ。ああ、取りづれんだよな、もう。ちょっと待って待って待って。キャッチャー、ああキャッチャーお前だろ取んの今なんか。
いやー難しいな、ちょっと甘い。よし、あーダメか、切れるな。あーもういいとこ投げんね、ほんとに。いやー、うん、釣り玉落ちない。よし、落ちたろ。よしよし、さあ松井君頼むよ。ああダメか。一応エンドランなんてやってみたんだけど、ね、ダメでしたね。やべ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 、いや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 、よしよし、なんかトントントンと音がしてるね。すみません、なんかあのなんか雑音が入ってるみたいですね。あ、落ちない。よし、よしよしよし、いやー緊張すんなこの守備は。タイム、よしよしよし、もう一点もう一点、ハウエルか。これなんか ヤクルトにいたあれかもしれないですね。アウトか。まあね、巨人のこの頃の外国人でいうと名前忘れて、グラッテンとかって言ったかな、なんかあの右打ちのバッターね、あれ好きでしたね。結構1年でいなくなっちゃった気がするから。あ、抜けたんじゃないこれ。あ、もう一点いけんな。そう、グラッテンだと思うな。あの古藤とかと一緒になんかいたような、だからな、10.8 とかあの辺出てたんじゃないですかね、グラッテンとか。いても当たれ。グラッテンだよな、多分。よし、抜けた。あ、抜けないか。
キャッチャー。よし。よしよし。よしよし。ゲームセット。いやー、今回じゃねえ。今回はなんかちょっと、少しは楽にやれたかな。でもなんか、本当打てないな。炎の解消、やるぜ男だ、燃えた熱い男、長嶋監督、いいですね、よくやりました。本日の学園、相手がよ、あ、これなんか前にもあったな、これ。相手が弱い時には手加減してあげるものだ。5点。他球場の結果はドラゴンズが、あ、ドラゴンズはカープに勝ってますね、6-1で。これベイスターズがちょっとね、何回も言うんですけど、パソコンの画面でね、さらに配信ソフト、配信ソフトっていうか、なんか編集ソフトみたいなやつの、一画面なんで、ものすごいちっちゃいんですよね、これ。だからこれベイスターズかな、ベイスターズって書いてあるんです。6-4で、ヤクルトで勝ってますね。今回でもちょっと結構良かったかな。でも相変わらず緊張するな、これ。本当に今なんかドラクエもやってますけどね、ドラクエの方が本当にね、もうああいう RPG の方がもうのんびりやれるから本当楽ですよ。こっち本当に大変ですね、このスーパーファミスの方は。とりあえず3戦 全勝ですか。3連戦は3戦全勝。次あたりは次どこのチームとやればいいのかな。本当ね、自動でやってくれるといいんだけど、なんかこう選ばないと、自分で選ばないといけないみたいでね、試合のあれの対戦相手を。30試合しかないんでね。とりあえず今回はこの辺りにしたいと思います。それでは皆様、次回の動画でまたお会いしましょう。